平鳥座です。幕が上がるという小説を書きました。50歳、物書きになって32年目で初めての小説家デビューになります。物語は高校の演劇部を舞台にしたストレートな青春小説です。演劇というのはいろいろなバラバラな人間が集まってある一定時間内に作品を作ってお客さんに届けるというのが演劇の難しいところであり、また楽しいところなんですけど、そういうことを経験することによって高校生たちが成長していく物語を書きました。トラウマとかですね、いじめとかそういうネガティブなものが何かこう行動の原因になったりきっかけになったりするようなことがないように自分を律して、最後まで書き続けました。普通の高校生が普通に成長していく物語を書きたいと思いました。高校生もちろんですけれども高校生をお子さん持っているお母さん方とかお父さん方とか、多くの人に読んでいただければと思います。よろしくお願いします。